噂は噂であってほしかった。何でもない一日は何でもなく終わってほしかった。その日、私の前から一人の友達がいなくなった。ねえ、口先音楽って知ってる？なんでそれ、妖怪？なんか30歳ぐらいの女の子なんだけど、顔に大きなマスクをしてて。何？怖い話？通り過ぎようとすると近づいてきて、私綺麗って聞いてくるんだって。あ、なんか怖い。それでそれで？それで綺麗って答えると、これでもってつけてるマスクを外して近づいてくるんだけど、超怖い。口が耳ぐらいまで裂けてるんだって。何それ、知らないの？超有名な話じゃん。赤いコート着てるとか、黒い長い髪の毛とか。あと万引きしたのを口先女に見つかるとどこまでも追いかけてくるらしいよ。怖い怖い怖い。ねえ、ちょっと人通りの多いところに行かない？お茶でもしよう。その前にさ、真央に見てもらいたいピアスがあるんだ。いいよ、行こう。これなんだけどさ、どう？かわいいじゃん。かわいいよね。どうしようかな。あ、似合う似合う。本当？でもさ、他にもちょっと気になってるのあるんだよね。何でもいいけど。え？なんでだよ。いいよ別に。あ、でもかわいい。そっち。かわいいでしょ？こっちでも、こっちの方がかわいいから。そうかな、うん、そうかな。あっち見てくるね。あっち？うん、うん、分かった、うん。見てるよ。入ってば、お店の人じゃないでしょ。大丈夫だよ。そうだ、二人一緒に出ると怪しいから、バラバラに会うよ。違う？見せたいピアスがあるって言うから付き合ったんだよ。ごめんごめん、やるつもりじゃなかったんだけどさ、つい。ねえ、それよりさ、さっきの女の人マスクしてなかった？見たでしょ。しかも赤いコート着てたよ。マジ？あ、出てきた。こっちに渡ってくるみたい。とりあえず歩こう。
でもよかったね。あんたたち雑貨屋で万引きしてたでしょ。ごめんなさい。取ったものを出しなさい。あなたは、私は、あなたは私が見た限りではやってなかったみたいね。でも私が欲しくて頼んだんです。許してください。二人ともそこを動かないで。お願い、殺さないで。もしもし、先ほどの盗品回収しました。避けてない。わかりました。あんたたち、お店の人が今日は許すって言ってるから今回は多めに見るけど、二度とこんなことはしないで。分かった？すいませんでした。逆に腰が抜け、食べたくなっちゃった。そう、みんな口カーンと開けてたよ。でも、マハが私が頼んだって言ってくれた時はすっごく嬉しかった。友達だなって思っちゃった。うっそ、そんな余裕なかったくせに。ほんとだってば。マハ、私たち友達だよね。そんな何度も言わなくったって。マホ、誰その子。マホ、友達だよね。見捨てないよね。私おかけくださった電話は電波の届かない場所に。